小福亭白鶴は、東大阪市出身の落語家である。本名は、庭徹。る。出林は、陽気に行こう。子供の頃から、祖父の落語好きの影響で、道頓堀角座に連れられて通うようになる。素人名人会に何度も出演し、名人賞を受賞。大阪府立盲学校高等部卒業後、1975年3月10日に六代目、小福亭昇格に入門。 1975年に初舞台。落語会のほか人権講演なども積極的に行っている。出林の陽気に以降はカントリーソングのアレンジしたのを使用している。2008年12月1日23時頃、仕事の打ち合わせからの帰宅途中に大阪市淀川区の阪急宝塚線三国駅でホームと電車の間に足を踏み外し10メートルほど引きずられ、 両足骨折や脳座症などで意識不明の重体に入院中の様子などが毎日新聞大阪本社発行展示新聞展示毎日2009年1月29日号にて白鶴のご機嫌さんですの記事内で掲載されているマネージメント HP によると4月末に病院を退院し現在復帰に向けて本格的なリハビリに励んでいるとのこと このことが6月5日付読売新聞の有刊でも取り上げられている。また、同年8月5日付産経新聞大阪版有刊記事によると8月8日に講座復帰への第一歩として大阪市内で開かれる集いに事故後初めてゲスト参加予定との記事が掲載され、8月9日の産経スポーツにはファンに元気な姿を見せたことが記事として掲載された。 2012年6月10日、口座に復帰。全盲の小福亭白鶴さん、口座復帰電車事故から3年半ぶり。ありがとうございます。